はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回はまた近況報告で、僕最近こんなホビーライフを過ごしてましたっていうのを皆さんにお伝えしたいんですが、とりあえずこの2024年2月下旬、今月こんなの買いましたっていうのを少し並べさせてもらっております。実際は今月じゃないやつもちょっとあったりするんですけども、ついでにご紹介させていただきたいので最後までお付き合いください。でもまだ届いてないやつもあるんですけどね、あのでかいやつが。じゃあまずプレ版からプレミアム版台から届いたもの、今月はねもう欲しいものを厳選しまして、これだけにしたんですけれども、特に HG で、発売時に買えなかったキットたちを、二次受注で予約したんですけれども、それがまとめてきちゃいました。スコープドッグとダンバインと、ガンダムマックスターね。この中から、今更なんですけど、スコープドッグだけちょっとまず動画にしたいなって思ってるんですよね。もう作っちゃったよ、遅いよって言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、僕もやっぱり最低野郎の一人としては、もうニーズがあるなしにこだわらず、もうただこの動画を撮影したいという気持ちで、次回公開の動画で、ウェーブさんのキットなんかとね、一緒に並べたいなと思ってますので、結構当チャンネルならではの映像になるかと思いますので、次もまたお付き合いください。あとプレ版関係だと、これ前回動画にした、ロボット魂アンカーですけれども、面白いガンダムなんで、ぜひまだ見てない方はちょっと見ていただけたらと思うんですが、今日はこの前回動画の未発表カットをねご披露しておきましょう。なんとかアイテム絞ったつもりなんだけど、でもこれでもプレ版の合計が今月2万何千円とか、新製品ももちろん欲しいんですが、僕結構中古商品とかでも欲しいものもあったりするんでね。じゃあこんな感じで次のアイテムいきますんで、今日もまた最後までお付き合いください。そしてチャンネル登録やグッドボタン、あと旧 TwitterX のフォローなんかもよろしくお願いします。仮面ライダー系は今月だと、ついに SH フィギュアーズのね、仮面ライダーガッチャード主人公が発売されましたね。基本主人公はね、やっぱりもっと着たいっていうタイプなんで。で、今回の仮面ライダーは、セイントクロスかメタルヒーローかって感じで、メッキなんですよね。で、これお値段がね、7700円なんですけれども、でもこれ、初回限定特別価格で、で今後通常価格がね9900円だったかな、だいぶ高くなっちゃいますんで、欲しいと思ってる方は早めにした方が。じゃあ次はスタージンガー行っとこうか。厳密には先月末ぐらいギリギリに届いたんですけども、スターカッパー来ちゃいました。毎回コメント欄は熱くなるんですけれども、一般に対する訴求力としてはあまり高くない、これは僕のチャンネルだけかな、そんな気もするスタージンガーアイテムなんですが、これが海外のアクショントイズさんのダイキャストビークルシリーズスタージンガーの第3弾。これで僕なりのアストロインボックスが揃った気になってるんですけれども、もちろんこれも動画撮影する予定なんですが、ちょっとこのスターカッパーについては後回しになっちゃうかもしれないので、今回少し中、先にお見せしておきますね。詳しい内容はまた今度ってことで、いつものように気長にお待ちください。とりあえずスターカッパーちゃんと入手しといたからねっていうのはお伝えしておきます。続いてトランスフォーマー枠で、今月は僕ね、これだけにしたんですけれども、結構頑張ってトランスフォーマー我慢したと思うんですけれどもね、今月はこの2点だけで、まずは MPG トレインボットの最後の1体カエン、僕はねボックスがついてないこの普通のやつにしました。これも節約なんですけども、スターカッパーとかね買ってなければ、もうちょっとこっちの方にも予算回せた気もするんだけどな。さあ、これも買っただけでもう満足しちゃってるやつですけども、果たして我が家でライデンがね、組み上がる時はいつになるのだろうか。
続いてこちらがコンボイミッシングリンクの、まあえてアニメカラーバージョンの方、まあ、こっちのが安いんですけれども、まあ、コンテナついてないんで、まあ、本来だったらコンテナ付きの、まあ、当時の玩具リスペクトバージョンの方をね買うべきだと思うんですが、まあ、ただこれ本当は僕買うのをやめようと思ってたものだもんで、まあ、でも結局あの買った人たちのね X とか見てたらなんか欲しくなっちゃって、まあ、安い方だけでもと。子供の頃の自分にどっちか選べって言ったら多分こっちを選ぶと思うんですね。アニメ準拠の方が欲しがる子だったんで、まあ今でもだけど、皆さんね大体どんな商品かご存知だとは思うんですが、まあ、当時のおもちゃのコンボイをあの造形のままで、まあ、なおかつ一部ねバージョンアップしているという、まあ、特に関節可動とか、まあ、各関節可動仕様となっております。もう本当まんまとね懐かしさで僕も買ってしまったという商品です。まあ、でもいざこれ開けて遊んでみたらなんかめちゃめちゃ楽しいんですけど、やっぱりコンテナ付きも買おうかな。まあ、結局僕こういう変形が好きなのかもしれない。いやーこれはどこにしまっちゃったか覚えてない復刻版のメガトロンを探したくなるな。あとはタカラトミーさんだとダイアクロンのクラウドアクロス、実はこの撮影があの公開している前の週にやってるんですけども、まあ、その時まだ届いてないので、まあ、ただ僕ねグランドダイオンがまだこの押し入れの中に入ったままっていう、一応中身の検品だけはしたんですけど、まあ、これまたロボットベースが立ち上がる日はいつになるのかと。まあ、とりあえず SNS でね皆さんが遊んでる姿だけでもうお腹いっぱいになってるんですけれども、まああと最後に、まあ、このチャンネル、まあ、壊れたおもちゃも直して末永く遊ぼうという、まあ、節約ホビーライフも皆さんにご提案しているチャンネルなので、まあ、そういう点では今月これの修理が終わりましたっていうそんなご報告もさせていただきたいんですが、まあ、今回はこれ直しましたよ。新世紀合金のエアーウルフ、これ去年かなプラモデル版で遊んだ後に、まあ、探して買ったんですが、これ故障品ってことで、まあ、すごい安くなってたんですよ。今中古で1万円台で買えるってなかなかないと思うんですけれども、まあ、なんでそんなに安いかっていうと、まあ、一番の目玉ギミックであるあの電動で、まあ、ローターが回転するっていうギミックがあるんですが、そのギミックが死んでたという、そこを、まあ、壮絶に分解して直してる姿を、まあ、いずれ、まあ、レポートできたらなと思ってますので、ね、その時にはまたお付き合いください。あと最近のニュースでちょっと気になるネタっていうと、あのね、僕ダイモス、東証ダイモスが、まあ、海外でリメイク作品が、まあ、制作されるっていうニュース一番驚いてるんですけども、まあ、ボルテス5に続きね、これは僕同様70年代80年代キッズだった皆さんだったらね結構期待してるんじゃないかと思うんですが、まあ、これを機にバンダイさんも SMP あたりでダイモス行かないんですかね。まあ、もしかしたらねバンダイさんはこのダイモスの変形アイテムについてはトラウマがあるのかなみたいな、まあ、でも一番ブランド的に行くべきなのは SMP のような気もするんですがね。まあ、とりあえずあの過去動画ですけれども、まあ、ダイモスで遊んでるシーンをまあ、お見せしながら今日はこのままお別れしようかと思います。さあ皆さんは今月はどんなホビーライフを過ごされましたか。またその辺もコメント欄で共有していただけたらと思います。そういえば業務連絡なんですけれども、コメントがねあの書いても消えちゃうっていう方いらっしゃったんですけれども、まあ、申し訳ないんですけどその辺は、まあ、僕の場合は YouTube の AI に完全に任せっきりになっちゃってますので、ただこれについてはまあ僕ら配信者側もまあ、同様で、まあ、YouTube の AI、まあ、賢いというか本当細かいところまでチェックされるので皆様もお気をつけください。それでは次回も、まあ、次回はボトム使い、また僕と一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。